さんこんにちは。茨城オンラインスタディです。今日は私の文章見本帳を作ろうの2時間目の学習です。前回の学習ではこれまでに書いてきた文章を読み返してそれぞれの内容や目的を確かめました。文章にはどのような種類があったか覚えていますか？そうですね、意見文、記録文、報告文、感想文などがありました。その他にも物語や詩、短歌、俳句などもありました。今日は皆さんの文章を種類ごとに分類し、それぞれに見出しのページを作っていきましょう。教科書の257ページを読んでください。それでは各自、今までに書いてきた文章を種類ごとに分類してみましょう。できましたか？次に、それぞれに見出しのページをつけます。見出しのページは、色画用紙などを使って目立たせると分かりやすくなっていいですね。さて、文章見本帳の見出しにはどんなことを書いたらいいでしょうか。少し考えてみてください。それでは、いくつか例を挙げるので参考にしてみてください。どんな種類の文章か、どのような目的で書くか、どのような事柄を書くか、構成や表現にどのような特徴があるか、自分なりに工夫したことは何か、気をつけて書いたことなどです。では、意見文を例にとって実際に見出しを書いていきましょう。種類、意見文。目的、話し合い活動で自分の意見や考えを明確にして、クラスの友達に納得してもらうため。事柄、自分の意見とその理由。構成や表現の特徴、わかりやすく簡潔に書く。話し言葉として丁寧な文末表現にする。自分の文章の良いところ、反対意見も頭ごなしに否定せず、どんな意見も尊重できるように工夫した。見出しの書き方はわかりましたか？見出しのページは文章の種類ごとに書きます。自分が書いた文章で工夫したところをできるだけ多く書いてくださいね。この学習を通して、自分の文章の良さや自分なりの工夫に気づくことができたでしょうか。最後に見出しを読み返して文章と合わせて閉じましょう。これで皆さんの文章見本帳の完成です。今日の学習はいかがでしたか？それぞれの文章の特徴を捉え、見出しにまとめることができたでしょうか。これで今回の学習を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。